住吉営業所住吉営業所所属の車両大阪シティバス住吉営業所は大阪府大阪市住吉区モズ東3丁目にある大阪シティバスの営業所である。最寄りバス停は住吉車小前。バス側面及び後面窓ガラスに貼られる所属営業所を示すシールの表記は10である。 主として安倍の橋、住吉車湖前発着の路線を担当しており、住吉区、安倍の区、東住吉区、天王寺区、行野区、東成区の路線をメインに担当するほか、大阪駅へも乗り入れる。走車は、住吉車湖、安倍の北、東走車場、今里走車場、北辰見バスターミナルで実施している。 1939年に大阪市電気局の住吉営業所として設置された。1961年に設置された大阪市営バスの長井営業所が1980年に廃止され、東営業所の長井車庫となった。長井車庫は1983年3月13日から安倍の東走車場へ機能を移し、住吉営業所安倍の支所が設置された。 安倍のッシ書は1996年3月31日をもって廃止されている。2008年からは大正区の西船町発着路線を担当したが、2010年3月の路線再編時に担当から外れた。2008年からは南波発着路線の7 5号系統と73号系統と108号系統を担当し、 2012年4月の路線再編で担当を外れた。2014年の路線再編までは、墨野営業所を補助する形で、地下鉄墨野江公園発着の路線路線も担当していた。また、一時期堺東駅、豊中駅前まで乗り入れていた時期があった。大阪市交通局のミニ化に伴い、2018年3月31日に、 大阪市営バスの営業所としての業務を終了。翌4月1日に大阪市ティバスへ譲渡され、同社の営業所となった。東成営業所の運用は、すべて中型車で担当しておりごくわずか本数を受け持つ程度であった。津営業所は、上社小平様で日野だけが所属していた。2002年1月27日の改正で6号系統に、系統番号が変更された。 またこの時に、長吉営業所が担当から外れた。一時期、生国魂神社、四天王寺、住吉大社への初詣客のために、正月3が日,日に運行されていたことがあったが、2009年以降は、運行を休止している。方向幕を無表示にした上で、バス前後のガラスに、内側から、初詣バスと書かれた紙を貼っている。2013年現在は、 大型車と中型車が配置されている。2002年の路線再編以前は、大型車、中型車とも、日産ディーゼル工業製の車両に統一されていたが、再編時に、古市営業所から、いすず自動車製が一部転入し、中型車が、墨江営業所へと転出し、一時期中型車の配置がなくなっていた。その後2007年に、中型車の転入が行われ、現在は、 日産ディーゼル工業製、イスズ自動車製、日野自動車、三菱不装トラックバス製のすべてのメーカーの車両が配置されている。一時期、台数こそ少ないものの、抵抗会社の配置もあり、2013年春の改正までは、日野、ブルーリボンシティハイブリッドが配置されていた。過去には、蓄圧式ハイブリッド車、アリップの配置があった。また、近隣に、 天然ガス充填設備がないものの CNG ノンステップバスが配置されていたこともあった。長い営業所が存在していた時代は、同所には大型車が日産ディーゼル、中型車が日産ディーゼルと日野自動車の車両が配置されていた。2013年12月末、大阪市交通局100周年記念事業の一環として、復刻ラッピング車両として、 ゼブラバス塗装を模した大型車が一台導入された。同車は2014年1月1日より、住吉営業所管内の全路線で運用されている。ありがとうございます。